welcome back to more Loyal Story issue 4. And I'm gonna ignore you, Hundun. And your difficulty level was too much for me. You'll always see in a clip I will leave after that. At least, according to this. Oh well. Now, when we last left off, we managed to escape from Ares' army. So far from two twice, and we got twice sometimes. And on the last battle, we managed to get Hanbei, Lu Su, Hangdong, and pretty much that. And Susanoo has also joined in the ring as well. Join the army as well. Now we got a message from Sochi. That's been basically the whole when the game isolated. Save him, learn how to save him. Shin Saji. Jokara Yuri Sakini, Sekai no Yugo ni Makikomarete ita Kareva. Hisoka ni Konochi wo Chousa shite ita. Sono Saji kara, Rengo gun e Hokoku ga todoku.オリンポスから紛れ込んだ怪物の操り方が判明した。新たな仲間と共に待っていると。怪物の実態を見極めるべく、そして新たな仲間を得るべく、連合軍は調査に向かった。どういうことだ。サジ殿は敵に取り囲まれているようだが。あれはオリンポスの奴らか。下せぬな。サジはそんなことは一言も。しかし敵を排除しつつ進まねば、サジ殿と話もできまい。そうだな、神だか何だか知らねえが、ぶっ飛ばしてやろうぜ。やけに敵の数が多い。聞いていた話と違うぞ。ひとくろ。おお、思いのほか早い。よほど怪物に会いたかったと見える。何の流暢だ。敵を排除したら話を聞かせてもらうぞ。我が豪遊、とくと味わえ。始まりよ。怪物を駆使した戦い方、小生が解いて死ぬぜよ。おお、Do enlighten us。あれ、天空の覇者よ、群がる敵を焼き尽くせ。聖絶に。おお、もっと近。すげえ。なんだありゃ。鳥か、それとも獣なんだ。しまか不思議なる存在よ。異世界の神がこの地に介入したことで現れたという。 Indeed。 サクワ Yen Wei。 モンタルイよ、ここにはかかる噂がおったか。天空の覇者よ、
Having too much fun with this. I want to ride one. Sheesh! Saji, 怪物の由来は分かった。だが、どうやってこいつらを踏みづけた？彼らはもとより人の世にあるべきものではない。その存在自体がおぼろであり、よすがを求めておる。すなわち、ひとたび己が主と見定めれば、誰であろうと従う性質を持っておるのだ。今一つ釈然としないが、要は擦り込みのようなものか。Indeed, that sounds like imprinting, you know, like. Sheesh! One big dude! Seriously! Okay, that was awesome, Hanzo. Always!Wow! Damn! なぜ人間がこいつらを操ってるんだ？誰か早く止めろ！幾番の兵力にも値する圧倒的な力。策の幅も広がるだろう。It does. That will help. That should deal a lot. Give it next piece of Hakatsu, please. Call me a hub, Tsubasa no Kaizu.怪力で全てを破壊する極の怪力。さらにもう一種の存在。One more。怪物の力を試すためにわざと孤立し敵を追い詰めた。砦は突破した。余勢を借りこの力敵を追うぞ。いい気なものだ。せいぜい勝った気でいるがいい。怪物ソモリトイ、その戦聖絶なのその羽はどんな感触だ。天空の覇者の魂ぜと叫んでいる。撫でてやれ聖絶に。もどちか嫌なの声だ。戦場に混乱を呼べ。オーボイ現れる闘志と怒り、聖絶、魂の声すら届かぬか。落ち着け相棒、わしの言うことを聞きやがれ。ホーイ見たであろう、あれがこの世界におる三種類目の怪物。それが行こう。やつらを操れるの自分だけだと思うに。ハンマー！向こうも怪物を引き連れてきやがった。I'll beat them down a bit. たのもしい怪物も敵となれば脅威。心して当たる必要がある。人の身で怪物に当たるは下策。
奴らを倒すには先ほどのようだ。さすがは周光輝、怪物を敵に回したならば操る者を撃つが上策。元来怪物は中立なのだ。目の前の標的と戦う奴らにはそれしかない。かれるな、無断は敵ぞ。What a lightning! としては勝負にならん。大したものだ。その分、まことに心強い。人間の戦とは随分勝手が違うな。かつて学んだ兵法など。まるで役に立たんか。大丈夫だ、シュー。俺たちなら怪物だって倒せる。それに前にもこんな目にあった気がするんだよな。Oh yeah, nice warriors. I mean, not dying is glorious. Warriors will reach a free. Sheesh. Let me to get mixed up. Wow. What is wrong with that? 好きにやれると思うなよ。レッカバー。私では勝負にならん。怪物避難もいよいよ大詰め。門番を打ち、突破口を開きたまえ。おお、ナイス。Option card. Oh! 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 Oh!